バンバンぶった切る。嗨，你好，我是超级夜市Super G。今天的影片是台湾美食系列的第十集，吃什么？烧腊，我要去吃港式烧腊。这一家两年前从澳门来到台湾，有一个朋友告诉我，他们的黑椒烧鸭很有特色。什么叫做黑椒烧鸭？我没听过，有点好奇，想吃看看。然后那个朋友说，他们是在澳门米其林美食推荐的餐厅。什么？为什么米其林推荐烧腊店？好了，不要想太多，先去吃看看吧。今天我要讲的是台湾美食系列的第十集，来自澳门的黑椒烧鸭。台湾グルメシリーズ第10弾、マカオから来た黒胡椒ダックです。ここバーテルの4弾。数年前までは金華店というショッピングモールがこの一帯のランドマークになっていたが、今もそれは取り壊されてただの道。タクシーで来ようと思ったら説明に困る。そんなところにこんな店がある。あそこだ。あの看板、黄色がまぶしい。マカオ陳冠記燒味餐廳。国内外にその名を馳せる四大伝承。こっちは100年の広東式バーベキュー、オリジナル黒胡椒ダック。ガラス越しに見える食材、しっかり焼いた感あり。ダックもこんがり小麦色ぶら下がってる。メニューがあるぞ。黒胡椒ダックのご飯160元。お肉、これはなんだ、見たことないな。やっぱりサンパオかな。230元はちょっと高い気もするが、まあいいや。それからスープ、エビのワンタンスープ、マカオ風、130元。このユイントゥンってのが広東料理だとワンタンなんだよな。雲を飲むか、なんとも詩的なネーミング。よし、決まった。内用需要什么餐点呢？三宝饭好了。你的三宝饭呢？这个黑椒，这个烧鸭是什么？黑胡椒。黑胡椒啊，好 ，OK。这个火肉呢？它是脆皮烧肉。脆皮烧肉啊。对。好，那再一个是什么？叉烧。叉烧的话，它是属于蜜汁的。OK，OK，OK， 那太好了。对，那这三样嘛，对不对？对。然后再加一个汤好了，冰镇汤好了，酱好了。チャーシューをスライス、はちみつ味。お、ダック。見るからに柔らかそうでジューシー。バン、バン、ぶった切る。お肉。これがローストポーク。来た、サンパオファン。それからワンタンスープ。サンパオファン、選んだ3つの食材は黒胡椒ダック、それから蜂蜜風味のチャーシューとローストポーク。付け合わせは白菜の煮物。こっちはワンタンスープ。ワンタンはデカめのが、1、2、3、4、5、6、7。全部で7つ。どれから行こうかな。じゃあ、ローストポークから。皮の色がいい。
明るい黄色。これが黒っぽくなると食感が落ちる。肉は脂身と赤身、ちょうどいいバランス。それにカリカリの皮、三味一体の美味しさ。次はチャーシュー。見てくれ、この色とツヤ。肉にすり込まれた蜂蜜。広東人は何でも蜂蜜だ。程よい硬さ、歯ごたえあり。噛んでるうちに肉と蜂蜜が混ざり合う。最後はこれ、黒胡椒ダック。これ見た目は普通のダックと変わらないんだが、ほらどうだ、ほらどうだ。肉が柔らかい。そしてかすかに感じる黒胡椒の風味。鴨と黒胡椒、この組み合わせは食べたことがない。チャーシューに蜂蜜ってのもすごいけど、これはさらにびっくり。どうしてこういうのを思いつくんだろう。癖になるかも。スープも行ってみよう。エビのワンタン7個入り。これうまい。スープにコクがある。一口飲んだらマカオへひとっ飛び。見てくれ、このでかいエビ。ワンタン1個にエビ1個。雲を食べてる感じ。一気にいきましょう。完食。今日もまた至福の時。この人もしや。请问一下，你是老板吗？你好，我是啊。老板だ。黒胡椒ダックの製造過程見せてくれるって、やったー。これ全部カモ。カモの中に黒胡椒を詰めたら内側からすり込む。そしてしっかり封をする。これ秘伝のタレ、麦芽糖を煮込んだ甘いタレ。ここに鴨を漬け込む。これが焼いた時に効いてくる。この中で乾燥。さあいよいよ焼きに入るぞ。このオーブン、特注生産。くるくる回りながら程よく焼けてく。完成。回来了，很满意，他们很用心做。第一次吃黑椒烧鸭，吃起来的感觉跟平常吃的烤鸭不太一样，稍带黑胡椒的风味，这样的味道对我来说很新鲜，不错吃。听说这是他们自己研发出来的，我在影片里面也有说，这种点子怎么会想出来啊？
不但想出来，而且实际去做，不简单。然后有一件事情很不可思议的是，这一家看外观好像是到处都有的烧腊店，但一进店内感觉的气氛不像台湾，我觉得整个空间会感到澳门。不知道是为什么，是不是他们来到台湾还没有很久的关系，还是店内的装潢桌椅也比较漂亮，还是 menu 里面的一些菜写的跟台湾不太一样，例如火肉云吞等。这种感觉我去日本料理店的时候也会感到，餐厅明明是在台湾，只有那个空间有一点日本的味道。这家也有类似的气氛，澳门餐厅是不是这样讲？对，我想问一个，像这样的烧腊店算不算是外国餐厅？他们是来自澳门，卖的东西跟台湾原有的烧腊店差不多一样。我很好奇大家的看法如何，如果可以的话留言给我，我想知道。好，那么今天的超级的 Super G 到此就结束了，下次还有机会的话我们继续聊聊吧，拜拜。